どうぞお入りください。あれ、あ、さっきの。いやー、これは沢先生でしたよね。先ほどはどうも。皆さん探偵さんですか。八神さんと海藤さんです。こちらのお二人のこともどうか内密にお願いします。そうですか、わかりました。担任の沢先生には全て事情を説明しました。八神さんたちもどうぞおかけください。やっぱり。でもこんなに深刻な状況だったなんて。いじめられてるのは高田真美さん、間違いないですか。ええ、彼女も周りにいるのもみんなバスケ部の子たちです。その仲間内でいざこざがあったのかな。先生もうすうすは気づいてたんですか。高田さんの元気がないことはもちろん。まあなんだろうか、連中を停学だか退学にでもすりゃいい。この映像が動かぬ証拠だ。え、それはさすがに急でしょう。あとこの映像を証拠とするのはちょっと問題があります。確かに学校が生徒を隠し撮りしてたなんて言えませんもんね。そして加害者側の生徒たちもまだ子供です。そちらの将来は慎重に考慮しなくては。警察はいけません。理事長はこのいじめをなかったことにしたいんですか。ああ、昨夜は必ず対処すると言ってたがな。もし隠そうとおっしゃる気なら私にも覚悟があります。隠そうだなんてそんなことは言ってませんよ。ならすぐに手を打たないと。高田さんがどれだけ追い詰められてるか誰にも分かりません。それこそ今日自殺する可能性だってあるかもしれない。理事長、いじめは被害者と加害者を物理的に遠ざけない限り当事者だけでは解決しないそうです。第三者が入っていかないと。何かの本にそう書いてあったんでしょうね、つくもさん。でも私の経験上、いじめ被害者というのは自分がいじめられていることを人に知られたくないんです。家族にも友達や知り合いにも。だからいじめを受けている子が助けを求めるときにはそれはもう大変な勇気を振り絞っているんです。なのに第三者の我々の方からいじめを受けてるねと声をかけていいのでしょうか。でも、いや、理事長の言い分もわかる。騒ぎ立てることでかえって高田さんを傷つけるかもしれない。なんだよ、らしくねえな。タボ、目の前で人が溺れてんのに助けねえ理屈なんかねえだろ。だからさ、要は大っぴらにしないでいじめをなくせばいいんだろ。あのクラスで起きてることはあのクラスの中で解決させるんだ。あ？すみません、あなたは探偵ということでしたよね。八神です。いじめをなくすってずいぶん簡単そうに。どういうお立場からそんな大口を叩いてるんですか。何か賞賛があって言ってるの、八神さんは。多分ね。さっきの動画もう一度出せるか。ええ、もちろん。俺はこの映像の中にいじめを止められる存在がいると思うんだよな。どういうことです。私なんかには分かりません。名探偵にご教授いただきたいです。そんなチクチクした言い方。いや、それなりの覚悟で物言ってもらうぜ。いじめを止められる存在ってのは何のことだ。
いじめを傍観してる生徒たち。ただ今はみんな見て見ぬふりしてる。そりゃいじめやってる連中は数も多いし、下手にかばったら次は自分が標的だもん。高校生にもなるとその辺まで頭が回るんだよ。大人と同じようにね。あ、じゃあクラスみんなを巻き込んで学級裁判を開くとか。八神さんの言いたいのはそういうことですね。しかしそれだとかなり大っぴらにいじめと向き合う場になりますよね。それこそ高田さんを傷つけかねない。どうなんですか八神さん。俺が言いたいのは周囲が何も言わない状況、それがいじめっ子たちを勢いづかせてるってことです。傍観してる生徒たちは女の子がいじめられてるのに何もしてません。無関心でいたり気づいてないふりをしてる。それが一番安全だからです。けど本当は見てて気分が悪いはずなんです。ああ当たり前だ。もしみんながそれをはっきり口に出して言えれば、いじめをしている連中に気づかせることができます。クラスの中で自分たちこそが輪を乱す裏切り者だと。すると次は彼らが群れの制裁を受ける身です。その時自分たちを危険にさらしてまでいじめを続けるかどうか。ええ、そうかもしれませんが。うん、だとしたら俺たちは何をすりゃいい？あの教室の傍観者たちに声を出させてやるんだよ。俺たちはその唇を切るだけ。大事なのは最初の第一声なんだ。どういうことなの？つくも、急ぎで小型のスピーカーを何個か用意できないかな。それをバレないよう教室中に仕込む。調達はもちろんできます。ただ僕はまだいまいち八神氏の計画が理解できていません。かもな。正直俺もうまくいくかわからない。でもやってみる価値はあると思う。いいでしょ、わかりました。では放課後には戻ってきますよ。探偵さんが何する気か知りませんけど、いいですか理事長。私はこのまま何も見なかったように済ませる気はありません。それだけははっきり言っておきます。以前うちで生徒が自殺してしまったと言いましたね。当時沢先生もすでにこの学校の教壇に立っていました。何が原因だったにせよ、身近な生徒の自殺を防げなかったことに今も傷ついてるんです。そうでしたか。私は本校の理事長として彼女を失望させたくありません。よろしく頼みますよ八神さん。